ビッグダギの元妻で、タレントのみな三34、が23日、公式ブログを更新し、芸能事務所、カロスエンターテイメントに所属することを発表した。カロスマイナスは、アリスの、矢沢徹、ドラマ、俺は男だ。で知られる女優の早瀬久美らが所属している。美奈子は、7人目のユズとの出産もあり今年の初めから、 育児中心の生活をしていましたが、何世代家族なもので、食費等々いろいろかかるわけです家族会議の結果、旦那一人に頑張ってもらうのも申し訳ないので、私もお仕事を頑張ろう。という結論に至りましたと、芸能活動を本格化させる理由を説明。今後は、カロスエンターテイメントという事務所に所属させていただくことになりましたと、明らかにし、今まで以上に、育児、家事、 お仕事、いろいろ頑張っていこうと思いますので今後ともよろしく、お願いいたしますと決意表明している。美奈子は昨年末、全所属事務所を離れてフリーになっていた。<music>